もうそれどういう感情なん自分のさ本日は愛媛県内の小学校に贈呈する証として佐藤志雄学長にマイリーからボールを贈呈いたします。ありがとうございます。今後も自分たちが表現できるのはピッチの上だけだと思うし、練習でやってきたことをピッチで出さないと意味ないと思うから、練習でやってきたことを自信持ってプレーで表現しましょう。はい、はい、行くぞ。マイナビ仙台レディース対大宮アルディジャベントスの一戦です。まず大宮のシーンです。前半13分、左サイド鮫島、井上から最後は高橋のシュートでした。これで大宮が先制します。裏へのボール、鮫島、そして井上、最後は高橋がしっかりと右隅に流し込みました。高橋は今季初ゴールです。
17分大宮のシーンです。高橋ふわっとしたクロススペースへ、中央井上の追加点です。井上がスペース走り出して、しっかりとコースを狙って右隅へ流し込みました。井上も今季初ゴールとなります。そして42分コーナーキック、中島からこぼれてフラトビッチが収めて、高平というシーンでした。大宮、井上から中田、豊島のシュート、これが前半の44分でした。井上がここセカンドボールを拾って、大外、中田スルーして、豊島の移籍初ゴールが決まりました。3対0で折り返します。63分大宮のシーンです。村上からここ高橋中へ入っていって左足のシュート、ポストに当たって吸い込まれました。両足で、まあ、強いシュートが打てるこの高橋、しっかりと狙って今日2ゴール目、高橋が爆発しました。マイナビ仙台対大宮のゲームは4対0で大宮が勝利しました。まあ、ここ数試合内容は良くないのに、勝利を手にしてきた、まあ、そのツケがそのままこのゲームに出てしまった、そういう印象です。まあ、まず1対1のところで相手に優位に立たれた、予測をできず動き出しが遅くなった、相手のプレッシャーに押され前に進むことができなかった、まあ、やはり課題は多く、ゲームの入り自体は悪くなかったと思うんですけども、まあ、やはりアクシデントがあった、その辺から少しリズムが狂ったなという印象はあります。まあ、ただこれは言い訳にはできない、まあ、代わりに入った選手がしっかりと、まあ、意識持って入ってくれたので、まあ、そういう意味では、まあ、一つのスイッチにはなりましたけれども、やはりこの1週間あるいは今までのゲームの課題をしっかりと修正できてなかったというのがチームとしての一番の問題点だったなというふうに思ってます。まあ、4点4失点受けたこともそうですけれども、まあ、1点も取れなかったこと、それから、まあ、多くの、人に見に来ていただいたのに、勝利するあるいはゴールするところを見せられなかったこと、まあ、そこが一番、悔やむところで、まあ、我々はもう本当にそこを改善する、ゲーム内容はもちろんですけれども、勝利するために何をするのかということをもう一度、選手スタッフともに考えながら次の1週間修正していきたいなと思ってます。課題は全部、手応えは、まあ、最後まで戦う、最後に勝ち切る、まあ、そういうところはこの3ゲーム内容が良くなかった割には出せてたと思います。まあ、ただやはり、自分たちがボール持つ時間を多くしたり、相手から、高い位置で積極的にボールを奪えたり、まあ、そういう積極性という部分では空回りしている部分が多く感じます。今日のゲームで徹底的に打ちのめされたので、まあ、ある意味割り切ることも必要ですし、まあ、逆に、まあ、この悔しさをみんながどう表現するか、もうそれは普段のトレーニングにかかってくると思ってますし、この1週間で戦術的にあるいは技術判断フィジカル全てを高められるとは思ってないので、まあ、一番大事な要素はメンタル的な問題、まあ、どれだけ、
まあ、今日の敗戦から自分たちが何をするかということを頭に描きながら、トレーニングを積んでいけるか、もうそこが全てだと思ってます。まず先制点を取りに行くっていうのはやっぱチームとしても勢いづくと思いますし、そこはフォワードとしてしっかり狙っていきたいなっていうのと、やっぱそのリズムが悪い状況を、まあ、みんなで考えながらではありますけど、まあ、しっかり自分たちのリズムを取り戻すっていうところも、まあ、シーズン通してすごく大事になってくると思うので、ここはしっかり、まあ、この今日の負けっていうのをしっかりなんていうんですかね、まあ、みんな一人一人反省するべきところを持ち帰って、まあ、またすぐ来週、まあ、1週間しかないですけど、まあ、本当に気持ちの面なのかな、最後は気持ちの面での勝負なのかなっていうのは思うので、ここはしっかりプロとしてもそうですし、まあ、勝ちにこだわってやっていきたいなと思います。すべての結果にこだわるっていうところを自分の中では掲げてて、まあ、個人としてもワールドカップが控えてますし、やっぱチームとしても前、まあ、昨年5位という、まあ、悔しい結果で終わってしまった中で、やっぱ今年こそは、まあ、優勝っていうところを目指してますけど、やっぱ少しでも順位を上げれるように、まあ、そのためにはやっぱり日々の練習もそうですし、毎試合毎試合勝ちにこだわる、まあ、結果としてはそういうところにつながりますけど、まあ、1対1の対人であったりとか、そういう本当に細かいところでも結果っていうのは今まで以上にこだわっていきたいと思っているので、まあ、何かその明確な一つっていう目標というよりかは、本当に全ての結果にこだわるっていうところで、まあ、自分をちょっと奮い立たせると言ったらあれですけど、そういうちょっと結果っていうところはこだわっていきたいなと思ってます。